今日は昭和時代、江戸時代、明治、大正、昭和っていう話ね。大正、昭和って話。昭和時代は、まず何って言われたら、まずは戦争。第二次世界大戦。戦争からの戦後、どう復興していくか。まあそういう流れ。ここまでが昭和です。まず、大正時代で、日本はレベルがぐーって上がっていったよね。江戸時代は鎖国してて、僕勉強したくありません、みたいな状態でな。で、明治時代になって、海外のことを知るようになって、ペリーが来て、ハリスが来て、海外の人たちにボッコボコにやられて、あ、俺このままじゃダメだってなって、よし、明治維新しようってなったわけ。富国強兵しよう、殖産興業しようってなったわけ。富国強兵と殖産興業を二つ合わせて明治維新です。明治維新って何って言ったら、むっちゃ勉強しようってことです。一言で言うと。それが明治維新。で、むちゃくちゃ成績が上がっていったわけ。で、いろんな戦争にも勝って、日清戦争にも勝って、賠償金をもらって、その賠償金で八幡製鉄所を買って、軽工業しかやれなかったけど、重工業もできるよと。鉄とか使えるよっていう風になって、バーンとレベルが上がった。で、日露戦争にも勝った。ロシアっていうのは、もうむちゃくちゃ強かったわけね。日本人のことを見下してた。その日本人にまさか、判定勝ちとは言え負けるみたいな感じになってるから、ロシアはもうどういうことやねんってなって、ロシア革命ってこう繋がっていくわけ。そういう感じで日本は一気にこう成長していく。で、第一次世界大戦でさらに中国に21カ条の要求をやる。五四運動で反対だとか言っててもどうでもいい。日本はむちゃくちゃ強いんだってなる。で、日本強くなったから大正時代になりました。